アプレクリヒロためになるチャンネル、どうもよろしくお願いします。帰ってきましたよ、清澄にドラゴンに帰ってきました。ずいぶん中空きましたけど、中4年ぐらいですかね。そんななってない、中3年ぐらいですかね。ただいま帰りました。お帰りなさいですね。あ、2年前でしたね。今スタッフが貴重めなのが、うちのうるさいマネージャーが2年目2年目って数字に細かい。マネージャー30年ずっと一緒。長いですよ。俺も長い、わかる。長い。俺の大竹信次、そうそう、岡崎出身ですよ。徳川家康と同じ岡崎ですよ。琴光月と一緒。琴光月と一緒、岡崎。うちはもうマネージャー変わらないですから、人事がないから。いやいや本当に変わらないで、すごいよね。はい、30年前のマネージャーは爆笑問題として出てったんですよ。瀬名さんは一緒に出てって、瀬名の乱っていうの、行くのか暮れに瀬名の乱っていうの、太田プロの年表なんですよ。1990年行くのか暮れに瀬名の乱で、瀬名さんは乱だったんですけど、爆笑さんが成功したんで、もう爆笑さんは革命なんですよ。瀬名さんは乱だっていう、鎮圧された大塩平八郎だって言われてますんでね。面白いね、本当ね。だからずっと一緒にもう幼稚舎から上がってったようなもんですよ。幼稚舎、小学校、中学校、高校、大学までずっと大竹さんと一緒。俺そうそう、若い時だって怒られるとこしか見てないもん。いやだけど怒られてるけど、今も怒られてます。さっきも電車でずっと怒られてましたもん。半蔵門線、半蔵門線でスケジュールのことで怒られてました。怒られ続ける人生、大竹さん感謝してる。感謝ですよね。怒られる、怒られる仕事があるんです。だから怒られるってことは逆に仕事が来るってことですよ。頑張れば、ありがたいですよね。中30年で、力的ももう30年いろいろなことがありましたかね。あったよね。はい。一番最初に知り合ったのって、こう大学、九州産業大学、ね、中退して、はい、中退して、でそのモノマネの、パルさん、モノマネのパルさんです。はい、パルコっていう名前を付けてくれて、パルコから怒られたんですよ。パルコから怒られてパルになった、はいはい、パルになったんですよ。はい、そのパルさんってまだやってる？パルさんやってらっしゃいますよ。まだ、うん、やってます、やってます。今、まあ、テレビもチェックしながらゆっくりやられてますね。ネタもやってますね。甥っ子が結婚するんでコメントくれないかって言われたんですけど、忘れてま忘れてたから、ちょっとまた電話しようかなと思って。はい、そうなんです。ここでやる。パルさんの甥っ子さん、ご結婚おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。高藤力です。本当に、パルさんにはお世話になりまして、本当、またよろしくお願いします。モノマネのパルさん、お笑いスターさんでベスト4まで残られてね、まだ昭和の最後の9月ですもん、昭和63年の9月。63年だね。はい。俺は58人に入ったから、5年ぐらい経ってからだよ、ね。力士になってね。そうそう。だって、僕思ったんですけど、力士の人ってあんなに面白いんだと思ったのは力関からですね。ショーパブの人たちが、ショーパブに力関とかみんなが、力士の方たちが散々荒らして全裸になって走り回って、お盆かに、俺、あれ、岩優さんがお盆持って全裸になって走り回ってましたもん、僕もこんな面白い人たち見たの初めてでしたもん。散々ショーパブ荒らすだけ荒らして去っていったの覚えてますもん。本当だよね。覚えてますね。今じゃもうダメだよね、今はね。今、だけど、頃、いや、亡くなられたけど、倉地さんとかね、うん、若野花さんも来られてたし、出た。みんな来てましたもん。あの時僕はショーパブでバイトしてたのを思い出しますね。力関のチャンネルがでも、50万以上超えてますからね。すごい。1位ですよ。2位が僕のコロナです。コロナになりましたって時、すっごい再生が回ったんですよ。もうこれを超えることはできないと思ったら、じわりじわり演歌の大川栄作さんの歌のように、じわり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 力関が攻めてきた。最後1位になりましたよ。抜いた。流鉄兵の奥飛騨墓場みたいに、ベスト10のようにぐわーっと、最後そのコロナも抜いて、今2曲目が3位ですよ。3つ重なってくると、もう寺脇さんのルビーの指輪、シャドウシティ、さすらい、3曲ベスト、バース掛布岡田みたいなもんですよ。力関がさ、YouTube を制してますもん。だって、そのいろんな人が出てるんでしょ。来ました。もう掛布雅之さんにもお世話になりましたし、はい、下柳さんとか野球関係の方にも、松本明子さんから牧原さんから、いろんな方々にお世話になりましたけど、1位が力関なんですよ。ありがたい、ね、やっぱ最高の著名人ですね。僕あと半年経ったら1位2位3位が力関、八島一の谷壇の浦全部義経が制するみたいなもんです。そのね、感想がいっぱい来てるんですよ。もう嬉しいですね。もう1位はね、高藤力さんのモノマネが面白かった。
パカポーレフです。義理のお父さんはパイポーレフ。パイポーハッパーあのさパイキッパー最近さって言ったあれが良かったんですよ。ご本人の前でモノマネできるのは松村さんだけって。なかなかあのワイドなショーでもやらないですね。おはようございます、ワイドなショーでございます。今日は高藤力さんに来ていただきました。高藤力さんこんにちはって滑舌いいんですもん。あれは騙されましたよ。パイポーって言って入ってほしいですね。あポシポシパカポーリキですけども、あれホリプロのピピオっているじゃない、ホリプロの西尾っているじゃないっていうのも、あのね、もうあの幕尻優勝の時キロパーポホッポアケボンパボパパアケボン倒しちゃったっていうのはね、ホッポポアパパフーフー、もう倒したばっかりで電話がかかってきて、プラパオプラペ今日やったよっていうのが、プラパオパパ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 松村さんの人脈、交友関係がすごい人脈っていうかね、はい、やっぱりすごいよね。俺すごいなと思ったら、はい、もう絶対に、はい、誕生日とかさパーティーとか絶対花を絶対送るよね。お花、はいはいはい、ね、はい、そういうのとかもう花代だけで月何十万も払う、ね、いやコロナの時期はねちょっと出してなかったんですけどね、やっぱり前よく出してましたね。出してたよね、はい、すっごい出してた。中野新橋にね、あの日大三高に佐藤さんとキャッチャーがいるんですよ。それのおばあちゃんが花屋さんやってて、花屋さんやってて、で花屋に前だって月すごいよね、一時より40万ぐらい払いました。払ってる、はいはい、ずっと払ってるの、はい、ただ前も花を出してた花屋さんがあったんですけど、それがよく名前間違うんですよね。あの叫ぶ詩人の会に呼べ詩人の会って出したりとか、あの山崎銀之丞さん出した時山崎銀五郎だったんですよ。だから怒られるんですよ。高田文夫さんへもあの立川投手郎が豆になってたりとか、ちょっと結構怒られたんで、あれからあの今あの佐藤さんっていう花屋変わったんだね、はい、そしたらあの志村校に志村健さんとこ出したら、志村さんが健さんが松村の花が一番長生きしてたな、最後まで元気だったよって。これが中野新橋の花屋いいんだなって。そうだよね、中野新橋ってやっぱ土地運があるなって思いました。あるね、高野花火屋もありました、二子山部屋もね、そうそうありました。あそこは良かったよね、あのいいですよね、芸人とか相撲取りの街だったよね。そうですね、今なんかちょっと中野新橋ってなんかいまいちのが今ねチェーン店が多くて、前はね、焼肉食い放題のびっくりハウスとかもね、ギキデキとギダユさんは別料金で、ね、よく食べてた。横綱っていう焼肉屋行った時も、あの俺若い時の鈴木治も連れてきましたからね。そうだよね、ええ、鈴木治まだ鈴木治君、ね、連れてきて、はい、でおいとかって頑張って出世しろよとか言ったら、そうそう、あの時ね、力関がね肩を叩くんですよ。俺と力関が肩叩くと3回叩くとその人が伸びるんですよ。すごい、ね、だから力関が僕もおさむさんを叩いたんです。 1,2,3 回、その後力関も3回叩いたんですよ。お前頑張れよ頑張れよってよからぐわーっと来るんですよ、人間って。それまで鈴木おさむくん家に電話すると、坪八の居酒屋でも電話番号がそこにかけてくれって言ってた。中野新橋の坪八くらいから電話したら、そこもまた鈴木おさむくんまだバイトしてたんですよ。それが力関の頑張れよからグワッと上がったよね。みんなね、力関に今すごいよね、頑張ってんすよ。だからすごいんですよね、このコラボは。何回も見たい、またやってほしい、やりますか今回。お二人が兄弟のような雰囲気、信頼が分かる仲良し。本当に力関と僕は仲いいですね。仲いいよね、本当。いや本当仲良く思ってくれてるの。仲いい。俺思ってる。あんま思ってないんだよ。僕思ってる。僕悩みがあると力的に相談するから。いや相談してくれるけど。なんか一番長い時8時間ぐらい喋ってる。なんかほっとするの。しがらみがないし、あんまり仕事で共演することもないだろうと思ったけど、でも今最近 YouTube でこうやって会うから嬉しいけど、なんか嬉しいんですよね。
このご時世腹抱えて笑えなかったことが多かったけど笑えた、今年一番笑ったって力関との YouTube だ。嬉しいねそれ、うん、あパイポーってあれが一番来たんですよ。ギリルお父さんはパイポーって逮捕って言ってのあれ、高遠駅の滑舌悪いモノマネ死ぬほど笑ったって書いてますね。俺そんなに滑舌悪いんだよ。すごいショックなんだよ俺。それね気にしてるのが面白いですよね。受けた再生数多いって喜ばないのが、だってさ相手にちゃんと伝わってるかどうか分かんないじゃん俺の。はいはいはい。ファイブオー。ただ日本放送のビバリーヒルズにゲストで来られた時も滑舌が力関こういい感じでいた時になんかかしこまって、高田先生どうも高田力ですって言って普通に喋った時に高田先生が終わった後お前全然話が違うじゃないかよ、パフパフ言わねえし、お前パフ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 言うからお前今日スペシャルウィークのどんなパフパフが登場するか楽しみにって言ってんのにお前滑舌良かったじゃないかよ、お前話が違うじゃないかって怒られたんですよ。力関怒られたよね。あ涙が出るほどまっちゃん話面白い、嬉しいですね。テレビの縛りから解き放された松村君に面白い、嬉しいですね。いいの選んでますからね、うちもマネージャーがこのコラボね何度見ても見たい気がしますと、モノマネ最高、こんなに笑ったの久しぶり、みんなに優しいもんな。いやいやそうでもないですけど、人によっては松竹梅椿もみじ分けてる時もあるけど、やっぱりよくしたいですよね。すごい優しい、ね、でも力関もこの人のなんか人気っていうのが長いですし、この間僕ね豊響さんの断髪式行ったんですよ。行った、うん、まあ、山口県知事の方も来られたり、山口県の方、まあ、響高校って山口のね、そうそう響高校出身だから豊響なんですよ。は山口出身だから、そうなんですよ。で僕も伺って、まあ、山口の方も多いし、高校野球で98年に僕峰工業にいましたとか西京高校にいましたとか西一高校ですとか山口の地元の高校野球の野球部の人とかと思うこう話ができて、後ろパッと見たら山口さん、DeNA とジャイアンツのピッチャーの大分、お父さんが力士、お父さんね元お相撲さんなんで、お相撲さんで谷原氏ってお相撲さん、谷原氏さんと川藤さんがご飯食う対決やってたらしいですね。どうやった？大飯食いの対決をやってたっていう。あ、大沢みきおさんが光源氏の、あれと南部虎田さん。南部虎田さんと大沢みきおさんなんかいるんですよね。よくいらっしゃる。断髪式の時いらっしゃるんですけど。で、それ終わってうち来てた。そうですか。南部さん。南部さんが。南部さん、断髪式が立て込んでる時ありますもんね。13、14、15断髪式ってのありました。南部さんもともとだって先輩じゃないの？先輩です。ダチョウクラブが4人でやってたんですからね。その後電撃ネットワークで別ブロックでこう活動されて、はい。最近だから昨日もだから最近 YouTube やってんだとか言ってたよ。はい。南部さん断髪式の後ちょっとこうご挨拶行ってしたら、おお松村久しぶりだなって言っていく。なあ元気でやれよ、体は気をつけろよって言ったけど、俺もそのままその言葉言いたかったですもん、南部さんに。もう最近はなんか見舞いと葬式が多くなりましたね。多いね。55になると、55になるとそれ思ったら、豊引さんとかねやっぱ力士の方とかが多かったけど、タレントはいないけど力関の時はタレントばっかりでしたね。タレント多かったね。志村けんさんは苦しい、アイーンやってましたもん。断髪式でアイーンやっちゃいけないですもん。あんななんか偉い大谷ホテルニュー大谷の社長とかみんなこうプってこうってみんなお辞儀するのに、アイーンやったりみんながこうやったり、中山さんがちょく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 いいよ最高最高って言いながら切ったり、まあね感謝祭並みに200人300人並みの控え室が多かったですね。多かったね、あれは多かった本当。あこれを言ってましたね、 AD が怒られまくるのにいじめはやめようが最高って。これね確かね、いじめはやめようっていう番組のディレクターが一番 AD さんをいじめてた縦社会が厳しかった。いじめはやめようって、ちゃんとカンペ持ってこいバカ野郎お前なろうっていじめやめようってディレクターが言ってますけど、その人が一番いじめをしてたっていうね。そういうの多いよね。言えないです僕。いやーこうやっていろいろと力関こうやっていろんな話とかいじめはやめようとかいろいろありましたけどね、うん、力関とこうしてなんか番組やれるってのは幸せですしね。本当だよね。この後はね力関の人生についてちょっと、もうウィキペディアじゃないです、リキペディア、リキペディアに迫ってみたいと思います。